生き物が生まれながらに持つ本能の一つです。今回お話しするのはロシア南部にあるアナパ市で起きた出来事です。黒海に面するこの町は美しいビーチで有名なリゾート地です。またコーカサスから続く山地にはジュニパーやピスタチオの木々が生い茂る風光明媚なスッコ渓谷があり、その先の丘陵地帯には豊かなゴンコウ林が広がり、さらに黒海に近づくにつれ平坦な草原となります。とはいえホームレスの動物たちにとってはアナパでの生活も他の地域に比べて取り立てて快適だということはありません。そしてあるいてつくような寒い日に、一人のボランティア女性がちょっと珍しい動物の家族を保護しました。子犬たちはお腹を空かせてすでに衰弱していました。しかし驚いたことに、この子犬たちはそれまでの間野良猫が面倒を見て餌をもらっていたのです。エカテリーナさんはもう何年も個人でボランティア活動をしています。定期的に決まった区画をパトロールし、ホームレスの動物たちをサポートしています。できることであれば全ての動物たちに温かい場所と美味しい食事を与えたいところですが、残念ながらそれぞれに飼い主を見つけることは到底不可能です。子犬や子猫、特に母親なしで路上に捨てられてしまった赤ちゃん動物は、誰かの助けなしに生き残ることはほぼ不可能です。もちろん小さくて可愛らしい動物の赤ちゃんは多くの人が飼いたがり、路上から家に連れ帰られる確率は比較的高いと言えます。エカテリーナさんはその日もいつものように近くの地域を巡回していました。するとある集合住宅に住む人々が彼女に話しかけました。子猫か何かの動物の赤ちゃんの鳴き声がコンクリートの隙間から聞こえるというのです。彼らの話によると、そこには以前からオスの野良猫マーキスが住んでいます。マーキスは警戒心が強く、自分の住処に他の動物を決して近づけません。さらに彼らは別の奇妙な出来事についても話しました。最近集合住宅の建物の近くのゴミ捨て場に6匹の子犬が入れられた箱が放置されていたのですが、その子犬たちが忽然と姿を消したというのです。6匹の子犬たちは早朝に発見され、その発見者がその場を離れ、どうしようか他の人に相談している間に箱は空になりました。可愛らしい子犬たちだったので、おそらく誰かが拾ったのであろうと人々は考えました。あまりに早い解決に驚きつつも、早くもらい手が見つかってよかったと人々は喜びました。そして今マーキスのねぐらから動物の赤ちゃんの声が聞こえるようになりました。エカテリーナさんは鳴き声が聞こえるというコンクリートの隙間の前に立ち、耳を傾けました。上着を着ていても寒さに凍えてしまいそうでした。すると突然通りにネズミをくわえた大きな猫が現れ、警戒した様子でエカテリーナさんの方を見て、そしてあのコンクリートの隙間にするりと滑り込みました。その後中からゴソゴソと何かが動く音がして、キューキューという赤ちゃんの泣き声がしました。近所の人々との相談の結果、そのコンクリート板をどけることになりました。そこには猫のマーキスと6匹の子犬たちがいたのです。猫のマーキスは突然の侵入者に戸惑いながら周囲を見回し、それでも立ち上がらず子犬たちを温め続けていました。人々がこの動物の一家をどうするかについて話し合っている間も、マーキスは子犬たちから離れず、時折優しく子犬たちの体を舐めてやっていました。エカテリーナさんはこの珍しい家族全員をひとまず保護することにしました。マーキスはずっと野良猫で、一度も誰かに飼われたことがありませんでした。子犬を箱に入れると、マーキスは自らそこに飛び込んできました。こうしてエカテリーナさんは一家揃って自宅に連れ帰ったのです。つまりあの日ゴミ捨て場に食べ物を探しに来た野良猫のマーキスは、そこで
捨てられた子犬たちを見つけ、突如母性本能を花開かせたのです。そして子犬たちを口にくわえて自分の隠れ家に連れ帰り、自分の体で子供たちを温め、なんとか手に入る食べ物で子犬たちを養っていたのです。このようなマーキスの努力にもかかわらず、保護した時子犬たちはかなり痩せていて衰弱し始めていました。寒さも飢えも心配する必要がなくなりましたが、それまで自由な生活をしてきたマーキスは人との生活になかなか慣れませんでした。そこでこの一家には専用の小さな家が準備されました。そこに移ってももちろんマーキスは子犬たちの世話に励みました。子犬たちは新しい環境ですぐに回復し、すくすくと成長をし始めました。子犬たちが大きくなると、エカテリーナさんはゆっくりとそれぞれに新しい飼い主を探し譲りました。そして最後にはマーキスの新しい家も見つかりました。実はこの話を聞いてマーキスを引き取りたいという人はたくさんいました。しかしマーキスが子犬たちから離れたがらないのを知っていたエカテリーナさんは、すべての子犬が無事に新しい家を見つけるのを待っていたのです。子犬を新しい飼い主に渡す前、エカテリーナさんはマーキスに、新しい飼い主は責任感のある人で子犬を必ず幸せにしてくれるといつも時間をかけて説明しました。それでもマーキスは理解できないのか、それとも信じていないのか、子犬が引き取られるたびに怒っていました。徐々に子犬たちは新しい家に引き取られ、最後に子犬たちの命を救ったマーキスの行き先も決まりました。寒さの中で身を寄せ合っていた一家はそれぞれ新しい暖かい家を見つけたのです。マーキスの住んでいた地域の人々の間では、野良猫マーキスの英雄的行為は今でも語り継がれています。その話をするたびに人々はオス猫の心の中に突如母性本能が開花したことに驚き、さらに立派に子育てをしていたことに感心しています。さて今回はここまでです。この動画が気に入ったらいいねを押してぜひシェアしてください。ではまた次回お会いしましょう。